こんにちは、この花の寒月です。今日は大人っぽい帯結び半幅角出しをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでまいります。今日使います帯は米沢織の半幅帯ですね。長さが4m30cm、幅 16cm のものを結んでいきます。まずは帯を半分に折っていただいて、半分のところピンチで留めます。ピンチをつけたところをご自分の前に持ってきますね。縦紐の上に留めておきます。手先になる方を折り返して三角になるように折り返しますね。はい、帯を2周巻いていきます。帯を2周巻いてきましたら一旦ここで締めますね。ギュッと締めます。はい、巻いてきた方も折り返します。手先になる方を下ろして一結びですね。ここでギュッと結んでください。はい、垂れ先をですね重ねてピンチで留めますね。こういう感じで留めてください。はい、そしてこちらをですね、結び目ではなく帯の中です。通していただいて、垂れ先になるところを出しますね。はい、だいたい人差し指1本分出します。はい、そして、タレを折り返してピンチで留めておきます。はい、次はですね、仮紐でお太鼓の先の方ですね、折り返したところに仮紐を通します。そして帯の上に乗せていただきましたら仮紐を背中側で結んでおきます。そしてあらかじめですね、6等分に折った帯揚げを仮紐の上に重ねていきますね。こちらも背中側で結んでおきます。そうしましたら次は帯の形を整えていきますね。はい、次帯締めですね。帯のですね、一番底になるところですね、帯締め通していただきましたら、これをくるりと回して角出しの形に作ります。はい、帯締めも背中側で結んでおきますね。ピンチはですね、このままつけておいていいんですけれども、一度形を見せておきますね。角出しのこういう形になります。はい、そして垂れ先を上げていただいて、帯山が、崩れそうな方はですね、ピンチで上も留めていただいて、帯をしっかり持っていただいて回します。ピンチが背中の中心に来ているのを確認しましたら外しますね。はい、あとは紐類を結び直していくだけです。帯揚げと帯締めを結びましたらこちらで完成です。後ろ姿がキラリと光る帯結びをご紹介しました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。